成親は庭先に頭をすりつけられながらも、息子丹波の少々成常をはじめ、幼い子供たちがこの後どんな苦しみに遭うのかと、そればかりが心配であった。ちょうど6月のさなかで、気候も暑い上に、今炎天下に引き出され、汗と涙にまみれながら、成親は、小松殿だけは何とか良いように取り計らってくださるであろうと、そればかりに儚い望みをかけているのであった。その小松内大臣重盛は、事件がまず落ち着いた頃になって、嫡子維盛と同道で、わずか七八人の友を連れたまま、何事もなかったように悠々とやってきた。清盛をはじめ一同が意外な面持ちで見守っている中を、ゆっくりと重盛は車から降り立った。定義がガッと走り出て、お家の御大事というのに、また一人の兵もお連れにならぬとは何としたことで、と問いかけると、重盛は静かな口調で、大事とは天下の大事を申すものじゃ。かような私事を大事とは言わぬものなのじゃ、と言い捨てて奥へ入っていった。今の今まで、物々しく武装して緊張していた者たちは、なんとなく決まりの悪い思いがしたのである。屋敷内に入ると、重盛は早速成親を探して歩いた。あちらこちら、障子を引き開け引き開けしているうちに、とある一間に厳重に木材を打ちつけたところがあった。押し入ってみると、成親がうつ伏せになったまま泣いていたらしい。途端にパッと顔を輝かせて、重盛にすがりついた。地獄で仏とはまさにこのことであろう。どうしたわけか、かように情けない目に遭っております。あなたのおいでを今か今かとお待ちしていたのです。かつて平治の乱にはあわやというところをお助けいただき、その上今日は小二位大納言にしていただきました。年弱い40を超え、生きている間にご恩をお返しできるかどうかさえわかりませんが、何とぞ、今一度、この命をお助けくだされませぬか。命さえ助かれば、出家遁生の上、一生菩提を弔って暮らします。どうぞお願いいたします。もちろんですとも、まさか、お命を取り上げるようなことはないでしょう。万一そのようなことがあったとしたら、この重盛が、我が身に変えて除名を嘆願するつもりでいますし、何とぞそんなにお嘆きにならないで気を強くお持ちください。優しく慰めて早速清盛のところに行った。父上、お行き通りはもっとものことと存じますが、成親卿の首をはねられることはおやめになった方がよろしゅうございます。とにかく、白河院の御時からの名家で、小二位大納言というご身分、加えて、院のご寵愛なみなみならぬ人を殺すことは、どんなものかと思います。都の外へ追放すれば、それでよいではございませんか。昔から、菅原道真公、あるいは、源高明公といった人々が、残言のために、無実の罪を着せられた例もあり、往々にして、誤りはあるものでございます。刑の疑わしきは軽んぜよ、公の疑わしきは重んぜよという言葉もあるほどでございます。まして、お手元に、現在召し取られている以上、
逃げも隠れもできません。急ぎ処刑の必要はちっともないはずです。いつもながらの重盛の能弁には、清盛も言葉を差し挟む余地もなく、苦虫を噛みつぶしたような顔をしていた。私がかように成親卿をかばうのは、私が成親卿の妹を妻とし、またこれ盛が卿の婿だからといった縁戚関係があるから言うのではないのです。その点、よくよくお間違えくださらぬよう、私はひとえに、世のため、君のため、そして我が一門のためを思って申し上げているのです。かつて、小納言入道新勢が25代耐えていた死刑を復活し、藤原中成を殺したり、また左大臣頼長の死骸を掘り起こしたりなどして、評判を落としたことを覚えておいででしょうか。昔からよく、死罪を行えば、謀反の共柄絶えずと申します。平治の乱に、新勢の死骸をわざわざ掘り起こし、首をはねて晒したこともありました。あれなどは、新勢が自ら行った行為が、我が身に返ってきたと申しましょうか。とにかく恐ろしいことです。成親卿らは、気も弱い男ですし、それほど大胆な人でもなく、まして朝敵というわけでもなし、いずれにしても、成親一人を死罪にしてもしなくても、大したことではありますまい。父上には、一代の栄華を極められて、これ以上のお望みはないでしょうけれど、この上は、子孫代々いつまでも、一門が繁盛してほしいと思います。とにかく、先祖の悪事が子孫に及ぶことがあります。良いことを行えば、また必ず報われることもございます。何とぞ、もう一度お考えになって、今宵の死刑は、思いとどまってください。理路は整然と、情には溺れず、あくまで、大義名分の立場から解き起こしてくる重盛の正攻法には、いつでも、清盛も兜を脱がずにはいられない。とうとう、成親の死罪だけは、思いとどまった。